な二人に獣になる道など決して決して教えなんだもの。あ、でへでへ、グルマ。でへ、俺のモットーは商品を大事にすることだ。へへ、みんなで話し合ったんだ。あんたを助けようって。何？あんたは俺たちのために命を張った。それで十分だ。それにあんたには頼みがある。これが俺の息子だ。俺が死んだらこいつを息子に渡してくれ。頼むよ。その代わりいいこと教えるぜ。この町からの抜け道だよ。何？そこから逃げるがいい。俺だって人の親だ。鬼じゃねえ。それに商品は大事にするって言っただろ。でへでへ。いいか、抜け道はあの城の地下にある枯れ井戸だ。人質もそこにいる。よろしく頼むぜ。でへへへ。うわあ、危ねえ。うわあ、グルマ。なんてこった。やっぱりこんな運命か。どうやら天罰が下ったな。約束を、ケンシロウ。あ、ブルマ！ケンシロウ、天はあんたを生かそうとしている。そのためにグルマもわしも矢を受けた。あんたが己の宿命を果たすために。天が俺を。お呼びですか、シェフ。ケンシロウ。はい。わしは天の声を聞いた。お前がこれより第64代北斗神拳伝承者だ。主。いやか。なぜラオウヤトキではなく私なのですか。今のお前では到底トキに勝つことはできぬ。ましてやラオウにもな。ではなぜ。ケンシロウ、お前はどうしようもなく人間臭く、その性格は甘い。この龍拳見ては折れぬほどじゃ。じゃがそれがよい。ケンシロウよ、北斗神拳は死神の剣。死神は史上では人を殺さぬ。ゆえにその本性はまさしく人間であらねばならぬ。野望、嫉妬、憎悪、煩悩の赴くまま人を殺すは魔道よ。天命を聞き、衆生救済のために情にあらず死神は人を殺す。人のために人を殺すのじゃ。死神であり続け、人間であり続けることはつらいことじゃ。しかしそれを背負うことができるのはお前しかおらぬ。それがわしが聞いた天の声じゃ。天よ、北斗の星よ、許してくれ。俺は今こそ知った、北斗の宿命を、我が伝承者の宿命を、悲しき者たちの祈りを。天が、天が。
のケンシロウに力を。残念だったな。死ねえお前ら。よっしゃ。あんで空が落ちてくる。この野郎まだ生きやがったか。今度こそ死にやがれ。また動かねえ。あれてめえふざけんな。ケンシロウさん、だ俺はお前たちに教えられた俺の宿命を、人々の祈りを。ケンシロウさん、あれが呪骸。どこへ。俺はいつお前たちと共にいる、そして戦う、それが天の声だ。そんな一人で。なんだあの野郎は。爆弾でも隠してんじゃねえのか。あいつ狼殺しじゃねえか。一人で何する気だ。ケンシロウさん見ておれ、あやつの戦いを幾千幾万の軍勢といえど敵ではない。あやつこそ我らが救世主となる男じゃ。引け呪骸よ。引かねばこの俺が相手だ。バカか。一人で凄んでやがる。矢を放て。奴をハリネズミにでもしてやれ。この技は西真空派。貴様、我らが呪骸軍に立てつく気か。外道の声は聞こえない。死にたい奴は前に出ろ。行け。ケンシロウさんを守って。やつはどこだ。やっぱりスーパーマシンだったぜ。やつを空に逃がすな。槍部隊、やつを叩き落とせ。後ろだ。バカな、いつの間に。なんたる計
成功術じゃ。奴らではケンシロウの動きは捉えられぬ。槍など役に立たぬわ。ケンシロウさん。ケンシロウは究極暗殺剣、北斗神拳の伝承者じゃ。北斗神拳。面蔵だ。まとめてかかってこい。続け！奴を頼め！